がついてた6月っていう家ね、うん、そうそうそう、じゃないけどね、6月生まれなんで、ジューンなんで、そうですね、間違いではない、ジューンですね、あ、嬉しい、33歳になります、今年6月14日がお誕生日なんですね、ですね、はい、ですね、わざわざすみません、ありがとうございます、いやいや、もうそんなんとんでもないんですが33歳の、じゃあね、聞いときますか、抱負33の目標は、それ何、ゴルフ、いや、なんでも、なんでも、うん、なんか目標っていうか、なんだろう、やりたいこと、そうそう、とか、なんでも、今年は、うん、そうね、うんうん、具体的すぎたやから、うん、ざっくり、何しようかな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 、誕生日前だからまだ準備してないよね、いや、そんな目標って目標はなんか、どうしよう、うん、33歳もなんだ違う、急になんかさ、33歳もうん、なんだろう私は、うん、私33歳の目標は、うん、ちょっと お腹に縦筋入れるだろ、腹筋、そうそう、だからいいかも、なるほどね、うん、私はもう結構金額みたいな感じになっちゃうから生々しいかなって、ね、でもやっぱ今会社というか仕事として、うん、まあ、ゴルフと、うん、まあ、ゴルフメインじゃないけど、うん、インフルエンサーマーケットの仕事やってて、うん、で今まあゴルフも、うん、まあ、YouTube を中心にやってるんだけど、うん、まあ、それ以外の事業を、うん、まあ、今2つやろうと思ってて、うん、まあ、そこをもうちょっと頑張りたいなって今年は思ってる、うん、はい、すごい、どん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 、そしてどん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 、なんか、まあ、まあコロナで去年は結構足踏みというかしちゃったんで、今年はコロナどうなるか分かんないけど、うん、まあ、新しいこと増やして、うん、なんかできること増やしたいなって思っているので、うん、はい、そこはちょっと、じゃあ事業拡大で、事業拡大をしていきたいなと、まあ、思います、まあ、すごい話すとすごい長くなっちゃうねそれはまた、それはまたなんか後日どうしてそう思うのかみたいなところは全然いっぱいあるんですよ、うん、っていう感じで、はい、あとはなんか素敵な彼氏作りたいなキュンキュンじゃねえよキュンてます一生できない一生返してくれないちゃんに返してる人は絶対取ろうね本当だよねついにできましたっていうね、そうそう、ついに返しできましたみたいな取ろう、あ、そうね、そうだね、うん、どういう人かとかね、そう、みんな気になるもん、ふわっとね、うん、確かに私もなんかそう発表ができるようになりたいですよ何これ食べたいっていう感じですということでありがとうございます、食べましょう、はい、食べます、はい、ということで、はい、ってことで今年、はい、ゆんちゃんの彼氏が見たいと思った方はチャンネル登録と高評価とコメントお願いします、見せないよ痛いはい、お酒お願いします、はい、お湯飲む